こんにちは、日野です。今日は2024年の1月の19日になります。今日は一転してすごく暖かいですね。暑いぐらいで、コートもいらないぐらいですね。こんぐらいだと過ごしやすいなと思うんですけれども、まだもうちょっとね、こう寒くなる時期もあるんじゃないかなと思います。今は石川県、輪島というか能登の半島の地震がありましてから、やっぱり石川県に行く人が減ってるというかね、どうしてもやっぱり観光として行くにはちょっとこう危ないんじゃないかっていうようなイメージがあって、やっぱ減ってるっていうことは言われています。で、まあうちの長女はね、割と石川県とか富山県の方とかは好きなんですけれども、まあ、2月にちょっと石川に行くっていうふうに一人旅が好きなんですけれども行くって言ってましたね。で、実際石川県っていうのは縦に長いっていうかね、長いんですよね。だから能登半島まで行くとしたら、割と、なんて言うんでしょう、石川県って言っても縦の距離が長いんですよね。なので金沢とかも割と離れている。金沢にこう人が減ってるみたいなんですけれども、まあ、実際は輪島と金沢って言ったらかなり距離がありまして、だからまあ安全ですよみたいなアピールをされてるみたいなんですけれどもね。で、実際そうなんですよね。かなり距離があるっていうのは確かで。で、まあ、長女が言ってたんですけれども、石川県のその能登半島と下の方の、なんて言うんでしょう、福井県との境ぐらいになると、もう東京から福島県ぐらいまでの、距離があるみたいなことを言ってたので、意外になんかこう離れてるんだなっていうことで、だから、なんか僕らって同じ石川県だとなんか同じイメージ、まあ能登半島とそんなにこう離れてないだろうっていう、近いっていうイメージがどうしてもあるんですけれども、まあ実際はそんなことはなくですね、石川県全部が当然ね、被害を受けたわけではなくて、まあ金沢とかもかなり大きな揺れがあったみたいなんですけれども、まだ今のところね、そんな大きな被害もないということですから、まあそれで観光客キャンセルがこう相次いだり、してる実態があるみたいですので、まあ、そのあたりはね、こう応援したいというか、まあ、経済が回っていかないとね、やっぱり難しいという部分はありますので、まあ、そのあたりこう、まあ、風評被害ではないのかもしれないんですけれども、やっぱり、そういったね、地域が活性化していくといいなとは思いますよね。まあ、それとともに輪島の方もね、輪島とか能登半島の方も早く回復してほしいなというのは思いますね。で、まあ、集団疎開、集団避難っていうことで言われて、子供、中学生たちが、180人ですかね、200人か。まあ、400人ぐらいの募集で250人ぐらいかな。が、集団で避難すると。中学生、子供たちだけですよね。で、白山、100キロぐらい離れた白山のところの、なんか、自然の学校、自然の、なんてそういう施設っていうんですかね。そういうところに移るということで、まあ、結局でも自習をそのしばらくはさせるっていうんですよね。自習だったら別に家でもできるじゃないかっていうふうに思いますし、まあ、その本当に危険な地域であれば、こう移らなければいけないということもあるかもしれないんですけれども、まあ、それにしても、その両親と別れさせて子供たちだけで集団生活をさせるということ、がですね、どうなのかっていうところですよね。なんか気になることは気になるんですよね。まあ、そんなの陰謀論だということで、言ってる人たちも結構いますけれども、なんかちょっと引っかかるなっていうか、なんか違和感があるんですよね。まあ、何もなければいいんですけれども、ちょっと前に言いましたけれども、マウイ島の火事とオーバーラップしてくるような部分がなきにしもあらずというところで、で、スマホも没収される。まあ、これちょっと確かな情報ではないんですけれども、スマホも使えない。連絡が
ちゃんとできないみたいな。だからそうなってくると、あえて親とこう引き離すような方向に持っていってるっていうね、まあちょっとこう陰謀論的な見方かもしれないですけれども、うん、まあそういうのがあって、で2ヶ月間、最大で今のところ2ヶ月間、そういう風な施設で過ごすということを言われていますね。ただ時期はいつになるか、うん、いつまでかっていうのははっきりまだしてないということも言われていたりですね。まあそのあたりはきちんとマスコミが追ってほしいというかね、その後うやむやにされてしまわないようにしなきゃいけないんじゃないかなとは思うんですよね。まあ何事もなければね、それはそれでいい、いいと思うんで、ただマウイ島の方も子供たちがまあ2000人ぐらい行方不明になってる、まあ戻ってきてるのかもちょっと情報が定かではないというところで、やっぱりこう同じ輪島の火事とマウイ島の火事とか、どうもこう重なってくる部分があって、同じように実験されてるんじゃないかっていう人もいるし、そのあたりがね、なんともわからないんですよね。まあいずれこうちゃんと明らかになればいいと思うんですけれども、で高齢者の方たちが移住っていうか、避難するのにもですね、どこに連れて行かれるかわからないみたいなことを言ってると、何も聞かされてないみたいな、非常になんかこう、情報がですね明らかにされてないというか、こうオープンじゃないような状況ですね、見ていると。ですからまあそのあたりをちゃんと明らかにして、はっきりして、2ヶ月間集団生活、中学生がね集団生活するっていうのも、まあ誰かは見る人がちゃんといるんでしょうけども、やっぱりそれだけの、100人以上の人たちが集団生活するわけですから、そのあたりちゃんとできるのか、食事とか、そういった面もちゃんとできるのかとかね、そういう不安もねあると思うんですよね。なのでそういったことを、まあ、ちゃんと明らかにはっきりしてマスコミも伝えてほしいなっていうふうに思いますね。うやむやにするのではなくてですね、まあ、ちょっとそういうことで、そのあたりも僕自身も見ていきたいなとは思っています。何もなければないでね、急に過ぎなかったということで終われば一番いいんですけれども、まあということで、今回ですね以上になります。ありがとうございます。